我が輩に続きたまえ。姉上、また見境もなく各地の宝を取り寄せたのか。このままではいずれ我が家の家計も火の車に。ポロ、わらわの美しさ以上に大事なものがあって、何か言ってないで早く受け取ってきて。まったく、姉上は人使いか。貴様は一体、まさか姉上の荷を狙う族か。威力走行。私は浅井自然の神長政、この国の守護者だ。姉上、姉上、敵襲だ。このようなことをしている場合では。そんなのどうでもいいから早くなさい。全部受け取り終わるまで帰ることは許さないわよ。やむを得まい。マリア様、ボガミ名産一攻め二の献上です。少し色がくすんでいるな。姉上ならば捨てかねん。キグロウにはお茶がいいよ。紳士はいつも優雅に。かたじけない。ああ、このひととき生きてる実感。最近のヒー様はなんていうか少し変わったよな。どうやら続々各地の宝が運び込まれている様子。かくなる上は奪って儲け、敵の隙を下げましょうぞ。素直に下がるのね。少しは我慢してみせて。我慢をささば、どうして一のお話を聞いてくれないの。あら、雲行きが悪いの。そう、あら、いい節ね。あと三つほど揃えましょうか。姉上、せめて一に一つくらいは。えい、そんな様で一のこの絵が務まるか。我が輩を真摯と認めたなら後に続きたまえ。エヴァンだ。うーん、情けないことを。人々を眺めさせは仕方ないかしら。もういらないから、あなたの好きにして。これこう言うたって一使っちゃダメ。無敵の名を。少しくらいだ。いや、ダメだ、耐えるのだ。一、一がずっとそばにいるから。何も怖いことなんてないわ。いや、強いて言うなら貴様が怖、まあ、その、なんだ、私より前には出るなよ。マリア様とヒー様、あんたの好みはズバリどっちだい。サバなのに怖くねえ。この軍にいるおかげか。あまりはしゃぎすぎると子供ったってよ。このヒゲは幸運の証。キャバキラも表現しているのだよ。南蛮だしね。我らはこちらの方が好み。中政様、一も欲しい。すまぬ、姉上から譲り受けられる気がしないのだ。マリア様、その宝物と小泉をお受け取りくだされ。はいはい、分かったわ。お前たち、長政に鍛えられたのよね。それじゃあ見てあげるから進みなさい。かしこまり候。敵大将を撃つまでお無理は禁物ですぞ。わらわや位置が奪われてもいいのね。嫌ならもっと本気になりなさい。判定してます。大隊長自らとは。そちらの兵は腰抜けか。ハルガスも二人に挟まれてみたい。大将が突破した。一緒に駆け抜けよう。
ルシオ、最後までお仕えしとうございました。進撃の時が訪れたか。あなたたちはなぜ位置を望むの？一体位置にどうして欲しいの？あなたなら教えてくれるの？マリア様、九州より良質の反物が届きました。これで城一つが姉上の布置き場に。長政様、また姉様のことばかり。いつもお手伝いするわ。長政様、お願いだから絶対に気を抜かないで。分かっている。貴様こそいい加減に私を信じよう。マリア様、最後の品をお持ちしました。今すぐお運びいたします。いけないのかね、わらわをこんなに待たせるなんて。姉上の正気確定か。強く生きろとしか言えない。素敵紳士は無理だろうね。もう少しでわらわに届く。なんて焦っちゃダメ。じっくりと攻めて。私とてもはや姉上の影に隠れるばかりではない。何も無敵。一番無敵なのに。お前たちは気にしなくても、全部長政のせいなんだから。さようでございますか。俺もヒゲ伸ばして、ビンビンに伸ばして。節穴の長政じゃあるまいし、戦ながらの報告ならいらないわ。承知いたしました。守り抜いてくれたら優しく撫でてあげる。握手くらいならしてあげるよ。位置を守って死んだのね。どうしてそんなことをしたの？位置？長政？わらわはしばらく献上品をめでるわ。お客様のお相手よろしく頼むわね。あれ、突然何を？待たれよ姉上。姉上、破れまいと必死だな。それでこそ送るべき悪だ。敵陣が落ちたぞ。例の逃亡を許すな。先月の俸禄すべてマリア様に貢いできました。姉上には特に何事もなしと伝えよ。ユイナ。わかりやした。これは敵方とて押し黙らざるを得ますまい。お前はわらわを手に入れるための難題の一つ、高麗の玉のだからだ。落ち着け。今この場を打破できるのは私のみなのだ。あの人の指揮が俺たちの士気を高めてくれたのさ。容赦ないのね。そういうのは嫌いじゃないか。いつかこのような日が来ると思っていた。取り返して勝とうすんだ。
かとは思うけれど、叱られたくてわざとやられてるのかしら。もうダメだ。取り乱しモンスター。わらわのために参りなさい。すげえ爽やかな気分だぜ。新しいふんどしを履いた正月元旦の朝のようによ。拙者の手柄も残しておいてくだされ。闇と炎の狭間より、いざ舞い上がれ最終正義。義元即断、口を挟むは悪である。まったく姉上め、どこまで恥をさらせば気が済むのだ。許せ一、嫁入りすぎはこのような。様は悪くないわ。悪いのは、今こそ示すべき時か。大好き大好きの携帯を。ダメよ父、引きなさい。あなたに傷がついてしまうわ。しけ、お茶が切れるとどうもイライラしてしまうのだよ。姉様を懲らしめてくれるの。いかに姉上とて過ぎたるわがままは悪。総員加速、右に回って撤退せよ。騒がしいわね。品定めも満足にできないじゃない。あなたが客なのね。あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしい。いいわ、ちょうど物足りなかったところだもの。あなたという名の献上品、わらわが受け取ってあげる。我が輩が紳士で貴公は淑女、将軍様ともどもぜひ我が輩の古名館へお越しください。その野暮なひげ、剃り落としたら考えてもいいわ。わらわに消えない傷が残ったらどうなるかしら。あら、出し惜しみなんかしなくてもいいのよ。悪いわね、あなたのものにはなりたくないわ。つらくて賢いキツネだよ。素敵だ紳士は。大人気、我が輩の決断が乱世を動かすと言っても過言ではないね。おいっちに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 